わかめの全体像、根側のひだ状になった部分が目カブ。目カブは、わかめの付着器の上にある、養生部の中で厚く折り重なって、ひだ状になった部分である。生殖細胞が集まった部位で、常実用や放使用に相当する。わかめは海藻なので根はないが、通俗的には、わかめの根元部分とも表現される。日本では食用にされる。アルギン酸や、 フコイダンなどの水溶性食物繊維に由来する、ヌメリ成分やミネラル、エコサペンタイン酸などの不飽和脂肪酸を、養生部よりも多く含むため、健康食品として摂取されることもあるが、必ずしも十分な医学的根拠を得るには至っていない。そのため株の成分を使用したシャンプーや石鹸、化粧品なども発売されている。古代には、海藻根と呼ばれ、蜜着物として、 のりに次沈徴されていた。中世以降になると、中央文書からは姿を消すが、代わりに地方産物として、メカブの名で登場するようになる。地域によりミミ、耳、根株、株、目響など様々な故障がある。また乾燥品は古くは民間薬としても利用された。日本の主なメカブ産地は、三陸海岸一帯の太平洋側である。 この地域で取れるメカブは三陸メカブとしてブランド化されており高値で取引される。調理の際は軽く湯通しをし色が褐色から緑色に変わったところで冷水に取る。芯の部分は硬いため湯通しの前後に取り除かれる場合もある。その後は包丁などで細かく刻み醤油や麺つゆ、その他の薬味を混ぜ米飯にかけて食べられたり。 水物などスープに入れられたりする。同じく粘りのある納豆や、とろろ、オクラ、鶏卵などの食材と合わせることや、調理法が応用されることもある。また生のもの以外に、より手軽に食べられる乾物のものや味付け加工された、パック詰めのものも販売されている。ありがとうございます。